皆さんこんにちは、ビーレジェンドの辻元です。今回は普段心がけている食生活のポイントを3つお答えさせていただきます。まず私の簡単な自己紹介なんですけれども、普段はビーレジェンドジムでトレーナーをしております。お客様のダイエット指導やボディメイクで活動させていただいております。腹筋の割れた体っていうのはですね、トレーニングされている男性や、それ以外の男性の方でも一つの憧れであったりモチベーションの一つになっている方も多いと思います。単純に私自身がトレーニング始めるきっかけっていうのが、やっぱり腹筋の割れた体、肩がモリッとなって胸板が厚くてみたいな体に憧れて、あ、かっこいいなと思うようになってトレーニングを始めたんですけれども、これは人それぞれいろんなトレーニングの目的があると思うんで、一概には言えないですけれども、まずそもそも私自身が腹筋の割れた体に憧れているから腹筋が年中割れていると。腹筋が割れている状態っていうところに、これを整理しますと、これはもうご存知の方も多いと思うんですけれども、腹筋はもう皆さん割れています。で、これが2つのアプローチによって割れているっていう、言い方をするんですけれども、まず1つは腹筋の筋肉があって脂肪がその上にある。で、この体脂肪が少ない状態で腹筋が見えて見えるというところと、もう一つは体脂肪はそれなりにあるんですけれども、それ以上に腹筋が強い大きい、っていう風な状態で腹筋が見えてくるっていうケースがあります。一般的にこう腹筋が見えてくる体脂肪率っていうところにおいては、だいたい 10%から 15% ぐらいの、間ぐらいになってくると思うんですけれども、体脂肪率の標準値、男性で言えば大体 10% から 19% ぐらいの間が標準値とされています。ですので、年中腹筋が割れている、私のおおよその体脂肪率でいくと、おそらく 12% 前後ぐらいで体脂肪をコントロールしてるっていう形になります。で、このコントロールするっていう、言い方をですね、もっと分かりやすく言うと、せっかく、ダイエット、ボディメイクに取り組んできて、腹筋が見えてくるまで体脂肪率も少なくなってきたと、そういう状況になったのにもかかわらず、知らない間に体重が増えていってしまって、あら腹筋がどこに行ったんだろうと、そういう状況になってる方も多いと思います。私自身も、コンテストに出場したりという期間を決めて、減量するっていうことはあるんですけれども、最初の頃ですね、過度に減量しすぎて、その時はもう腹筋バキバキぐらいまで、体脂肪率を落とすんですけれども、見た目においては、なかなかこうモチベーションの上がる自分なりの体にはなるんですが、その反動で食べ過ぎてしまって、こうコントロールできず、知らない間に脂肪がついて腹筋が消えてしまってなどの、経験があるので、食生活で脂肪をつけすぎないために心がけていることについて3つお答えさせていただきます。まず1つ目、間食を有効活用すると。これはですね、一番のこのリバウンドしないテーマである食欲をコントロールするということに非常に有効になってくるのが、間食です。間食っていうと、なんか食べたらダメみたいな形で、どうしてもこうダイエットをされている方にとっては悪いものって考えがちなんですけれども、この間食を取ることによって普段の食欲をコントロールすることができます。これはどういうことかと言いますと、普段ですね、こう食欲がすごい出る時っていうのは、お腹がやっぱり空いている時なんです。で、このお腹が空いているって感じるのは、一つ原因を言うと、血糖値がすごくこう下がっている時、日常生活でいくと、例えばご飯のタイミングで言うと
夕食前とかですね、仕事帰りに帰ってきてすごい腹ペコ、12時以降何も食べてないっていう状態じゃあ夜に美味しいものを目の前にするともう食欲が抑えられなくてついつい食べ過ぎてしまっちゃうとか、まあそういう経験あるかと思うんですけれど、私自身も空腹がすごく長く続いている時に、例えば本当にスーパーに行って買い物する時に本当に余計なものを買ってしまったり買いすぎてしまったり、まあそういう経験ってあるんですけど、まあこれをですね、あちょっとお腹が空いたなっていうタイミングで何かまあ口にしてですね、食欲を抑えることによってまあその後の食事量とかをまあコントロールすることができると、まあ何を食べているのかっていうところなんですけれども、まあ簡単に言うとプロテインであったりとかおにぎりを一つかじるとか、まあ本当にそういう簡単なところなんですけれども、まあ5分ぐらいでまあ食べれる、飲めるようなちょっとエネルギーのある特に糖分とタンパク質をメインとした食事をすることによって食欲をコントロールできるので、まあ間食っていうのはおすすめです。2つ目、食物繊維を意識的に摂るということです。これはですね、トレーニングをされている方、まあ、ダイエットされている方にとってこの三大栄養素っていうタンパク質や糖質、脂質、このあたりはやっぱり意識的に摂るようになります。脂質を抑えようとかですね、糖質はこれぐらいにしよう、タンパク質もこれぐらいは摂ろうみたいな形で意識するんですけど、まあ、案外この食物繊維っていうのがなかなか意識しないと取れない栄養素になります。で、この食物繊維っていうのはですね、食欲をコントロールする上で、まあ、非常に重要な、まあ、栄養素になります。食物繊維の役割っていうのは血糖値をコントロールしたり、食べたものの吸収を遅らせたり、便通を良くしたり、腸内環境を良くしたり、まあ、様々なメリットがあります。で、食物繊維の目標摂取量だいたい 20g 前後と言われてるんですけれども、これがなかなか毎日意識しないと取れない、足りないっていう状況になります。意識するっていうのは、まあ、どういうところかっていうと、まあ、普段じゃあ 20g を目標に取るぞということではなくて、私の場合は、まあ、一食一食の食事で、まあ、食物繊維を、まあ、必ず、まあ、入れる程度なんですよ。まあ、もっと具体的に言うと、どうせ食べるなら食物繊維が多く含まれている、まあ、食品を選ぶというところになってきます。まあ、普段コンビニなどもよく利用するんですけれども、例えばおにぎりを普通に食べるにしても、普通の白米のおにぎりと最近よくあるもち麦入りおにぎりとかですね、コンビニで並んでるんですけれども、そこにちょっともう丁寧に食物繊維 3g 入りとかですね、そういうものが書かれている食品があるので、どうせ同じ炭水化物を食べるんなら、まあ、そういう食物繊維が含まれている食品をまあ摂取すると。仮にですよ、おにぎりを3つ食べたとして、まあ、3g 含まれているってことなんで、まあ、そうすると9g の食物繊維がもうそこで取れるわけなんですよ。まあ、そうすると他の食べたものの吸収を抑えたりとかですね、またそのさっきの食欲のコントロール、空腹感を少し和らげたりまあできるので、そういうのはおすすめです。で、あともう一つおすすめなのが、飲み物なども今結構その食物繊維入りみたいな炭酸水とかたくさんあるんで、まあ、どうせ水分を補給するなら、まあ、そういうもので食物繊維をまあコツコツ稼ぐと結構 20g っていきますんで、まあ、ぜひ皆さんも試してみてください。で、3つ目、好きなものは大事に食べましょうという結構この精神論的なところになってくるんですけれども、私自身も結構お客様から毎日なんかささみとかブロッコリーばっかり食べて、もうご飯も食べてないんでしょうみたいなことを言われるんですけど、全然そんなことはなくてですね、好きなものも食べてます。甘いものも好きですし、やっぱりこうジャンクフードとか味の濃いものも、お菓子も本当に好きなんですけれども、まあリバウンドしないっていうところの一番ポイントはやっぱり継続していくことにあると思ってますんで、長く続けていくためにはやっぱりこうストレスをためずですね、
我慢しすぎないっていうのは非常に重要になってきます。ですので食べたいものを食べたい時に食べるということも、もちろん食に対してですね楽しみが湧くんですけれども、少しこの好きな食べ物を特別にと言いますか、そういうふうに味わって食べるみたいな、そうすることでその食材のグレードがどんどん上がっていくと言いますか、例えばですけれども、私普通にカレーライスが好きなんですけど、家でもね家族カレーライス作ったりはするんですけれども、毎日食べてると美味しいですけれども、その味にまだその感動レベルが中ぐらいだとして、これがですね、仮に1ヶ月に1回カレーを食べるとなった時のこの楽しみ感っていうのは、1週間ぐらい前からちょっと計画して、今度どんなカレーを食べようかなと、そういうのを考えながら過ごしてですね、その食べるカレーっていうのは凄まじく美味しいわけなんですよ。なので一つ一つの食材をですね大切に食べて、ストレスなく過ごすっていうことはリバウンドしない体づくりにおいては非常に大事だと思いますので、ぜひですね皆さんも我慢しすぎは良くないんですけれども、好きなものをちょっと特別に食べるということを心がけて試してみてください。ということで今回は私が普段心がけている食生活のポイントについて3つご紹介させていただきました。この動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また B レジェンドでは毎日公式 LINE にてお得な情報を配信しております。概要欄からクリックしていただいて登録をお願いいたします。その他にも B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。こちらも概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。